今日の撮影終わり、サウナ行けることに心躍ってます。どうも、チカルグのチカです。よしけです。お願いします。久しぶりのサウナね。いやー、一緒に行くの久々ですね。そうやね。ちょっとね。まあ、その一緒に行った時に、チカルグのトークもすると思いきや、全然普通に黙ってさ、瞑想してさ。サウナの中では静かにです。水風呂入ってさ、で、整ってるっていう。ほぼ個人。ほぼ個人。隣見たら気持ちよさそうにしてる相方が多いみたいな、多分お互いね。そういうサウナトークから始まったわけでございますけれども、はい、本日のアーティストはですね、ちょっとチカログではまた久々になってしまったんですけど、もう久しぶりですね。もうだいぶ話題作になっていた楽曲ということで、はい、すごい楽しみなので、早速涼介の方から発表していただきましょう。涼介お願いします。スノーマンインファイターインファイター、名前がかっこいい。かっこいいな。インファイターっていう感じでイメージね、勝手な。全然違うかもしれない。確かにな。ってな感じで、今回、スノーマンのインファイターということで、はい、来たわけでございますけれども、まあ、完全初見ですよね。初見ですね。見てないですよね。全然違います。で、まあ、どんな、こう、コメントがあるのかなっていうのを、ちょっとだけチラ見したんですよ。うん、コメントだけ。はい、で、まあ、チラ見する前にびっくりしたのが、インファイターへのコメント、驚異の1万超え。コメントが1万超え。コメント1万超えってなかなかないで。もう絶対見れへんな。24時間かかるすげえな。いやでも、チカログで1万件コメント来たら絶対見るけどな。絶対見るな。絶対見るな、マジで。ってぐらい影響力半端なかった曲で、そう。で、しかも、今回、涼介、振付師誰ですか？岩本くんなんですよ。はい、岩本くんが作る振り付けも好きですけど、いい、うん、岩本くんの振り付けをこう踊る他のメンバーも好き。わ、うん、かるわかる。そう。だから今回どんな風なインファイターが待ち受けているのか、早速見ていきたいなと思います。はい、それでいきましょう。よろしく、どうぞ。チカログ。まあ、インファイター、ファイターといえば僕昔空手に一時期習ってたんですけれども、でも師匠が怖いのと殴られんの痛すぎて1週間でやめました。オープンザPC習ってたけど最近や、うん、だから1回しかやってないから。1週間でやめたってことは1回しかやってないから。習ってへん。それ習ってない。俺もだってお腹すいたんで帰っていいですかって師範の人に言って、俺めちゃくちゃ怒られた記憶ある。めちゃくちゃ怖すぎたほんまに。絶対もう行かへん、センキューイヤホンでございます。怖すぎたほんまに。格闘技やってみたけどな。いや怖いよ、あなたサイコパスですから。多分レフェリーに、あー食べろーって言われても止まらないタイプの。怖すぎる、怖すぎるよマジで。あなたはほんまに何かあった時の護身術みたいな。ああ、それは確かに憧れですよね。そうそうそう、男がしたら。よし、じゃあ行きましょう。こちらですね、スノーマンインファイターのダンスプラクティス。プラクティス感ないな。なんかライブ会場でやってるみたいな感じやな、サムネから見たらね、うん、とりあえずこれ涼介何万回再生ですか。これ1509万回再生ですね。1年経ってないんで。お前10ヶ月前1509万。ちょっと10ヶ月前ということで、ちょっとチカログとして見るのは遅くなってしまったんですけれども、ね、ちょっとね、これインファイターもスノタンの方からチカログでぜひ見てくださいっていうコメントたくさんあったので、ありま、ね、早速見ていきたいなと思います。それではいきましょう。スノーマンインファイターでダンスプラクティスバージョンです。ポチッとね。よよよ、うん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 、三半規管がおかしくなってくるよ。いや、やっぱライブツアー会場ちゃ。ほんまや。おお、なになになに、このさ、このさ、岩本くんが作る振り付けってつかみ完璧よな。引き込まれるしかないもんな、これもうさ、なに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 って気になるんよ。すげえ、この発想えぐ。この気になるっていう振り付けを作れる岩本くんがすごい。ほんまにすごい。ちょっと最初から戻すと酔うので、この辺から、思い出すからね、はい、上向くところからで。あと曲調も好き、俺。この腰な。すげえ。で、この腰だけ動かせてるスキルえぐいからな、岩本くんの。ちょっと、推しになっちゃうんだけど、さっくんだけ、回り方バリでかい。回り方バリでかかった。止めたとこでわかる。嘘。さっくんだけバリ。可動域が半端なかった。めっちゃでかい。いきますね。はい。さっくんだけめっちゃでかい。あの後ろへの奥行きが半端ないね。反り方が。おお。でさっくんから始まり。はい。
普通の人がこれしたらマジでダサいやん言うたら、うんうんうん、これをなスノーマンで振り付けとしてかっこよく表現できる、これはもうな9人しか無理。いやスノーマンならではね、ほらこれノリがちゃんとあるな。これさあのダテ様はさあのダテ様ってあのわざとさ動いてないから体。ああなるほどね、わかるわかるわかる、うん、このガッチガチやな、みんな乗ってるやん、うん、これさちょっと待って止める前やばこれすげえ最高やわ。どういうなんやろイメージなんやろこれ。これ最高や。俺あの多分俺は分からへんけど宇宙、あそうそうそう、宇宙人をイメージしてんのかなっていうのは思う、うんうん、とかなんかスノーマンっていうもう別枠の生き物。ああなるほどね。そういやちょっともうさっきから釘付きやねんけど、これめっちゃおもろいな。どこを切り取っても釘付きやねんけど俺めっちゃ好きや俺これ。あと首だけでさ3人座ってる3人が撮る撮り方、こんな音見える、トゥントゥン、おおこれよ、ごめんなさい止めちゃって、ここからですねこれこれ究極のアイソレーションやわ。めっちゃ好きや俺これ。もう必要なとこしか動かさないっていうスキルが爆発してる、うんうん、肩、そう肩だけなのか腰、これすごいわ。なんかこうやって止めたらめちゃくちゃかっこいいけど、動かしたらすごいユニークやなここで止めたらちょっと盛るけど、ユニークやわほんまに。もう一これさこれ、ね、首がずれてない、うんうん、ぶれへん、うん、これさシュールやな。気づきましたよその田辺さん、頭の場所が変わってないんですよ全員、この下だけで動かしてる。そうだからこう不思議に見えるんですね、うんうん、こうこうね、いやすごいわ。でこれ真顔でやってるのがほんで、そうや、ね、面白い。そうやね、うん、恥ずかしさとかない、ね、そう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 、なんか芸術の域よなもう。そうやないやお前すごいよな、これの振り落とし見てみたいもんなあ、わかるはい、いや、おうおう、おーい、さだてさま、はい、ほらもうなんか俺は任天堂 Wii U のミー、うん、ミーわかる、うん、ちっちゃいですね、ミーがいっぱいいる空間あるやん、あるあるある、あれ見えんねんけど俺、ブチャ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 、そう世界一かっこいいミーこのシーンだけね、このシーンだけ、これめっちゃそう見えるわ、やばいな。ちょっと待って、じゃあなたの推し何してるんですかね、アザラシみたいなことして。見て、リプレイ回数が最も多い。いやさ、気になるよ。気になる。一個一個止めたやもんね。そう。もう7人の。飛んでたな、今。7人の宇宙人が爆発しちゃうんですよ。いやー、これ半端ないな。中毒性半端ない。いや、待って。ふっかさん何もせえへんやん。センターで何にもせえへんやん。そこが最高や、そこが岩本くんのセンス、いや動かんとって、あえてふっかさんにセンター行かせるっていう、こんだけ周りごちゃごちゃしてるよほら、だから一番目立つよ、ね、目立つやったことやったこと、頭かくうわーこれで音飛んの、マジでこんな振り付け作れんのすごいわ。おお、面白い、おーおー、めちゃくちゃ面白いこれ。このさ、なんとも言えへんふっかさんの表情。しんどい。これ多分長年さ、やっぱスノーマンも長いやん言うたらずっと、特に6人時代の時からやってたら長いわけですよ。だからもう、ここはふっかしかおらんってなったやな。言ったやな、そう。キャラ的にもな。めっちゃ好きや俺で。っていうのも、こう、ユニークなとこがあれば、こうやってダンサーでもびっくりする構成。これ、ちょっとパクりたい。面白い。いこの脱力パート。
多分これほんで、あの、めっちゃ笑顔じゃん。真顔からめっちゃ笑顔じゃんな、これ、福田さん。何しようこれ。拍手じゃん。拍手。ちっちゃい拍手から大きい拍手。スモールクラップからビッグクラップに。この辺から。いやー、これすごい。いや、俺こんだけ、おお、人を魅了できるってすごいわ。で、ちょ、気づいた。さっきからセンターずっと復活さんやから。違う違う違う。ほんまに。7777ダジャレチックな振り付けやっちゃおうかな。結構いいな。どうじゃ7やわ。ああなるほどね。いやすごいわ。25で分けてるわ。いやー俺はちょっと待って、めっちゃ好きやろこれ。俺はちょっとマジで中毒性半端ない。 やばいマジで。ほんまにこれさ、わがまま言うと MV 見たい。見ちゃうか。世界観知りたい。どんな MV かっていうの一回見ちゃうか。じゃあちょっと見ていいですかね。あるんかな。これ MV はないんちゃう。ないんかな。ないわ。 MV を撮るときはぜひ火星で撮ってほしいですね。いやほんまに、本当にマジでめっちゃ好き。いやちょっと一旦拍手で閉じましょう。チカログ。ちょっとさ、あのインパクト半端ないわ。まあ、ただチカ君わかるから、俺変なん好きやん。変なん好きやな。こういうのめっちゃ好きなよ、こういうの。こうだからこう癖になる感じな。そう、あのレジェンドとかでちょっと画像出るかわかんないけど、うん、ズニクロさん。あ、わかる。わかるわかる、覚えてる。こういう振り付けとかめっちゃ好きで。あのね、涼介は特にそのキャッチーで癖のある振り付けが好きですから。ぶっ飛んでる系大好きなんで。マジで。いやめっちゃ好きやこれ。いやびっくりしたな。このなんか岩本くんが作る振り付けって、こう素の端の方が癖になるのはもちろんそうなんですけど、スノーマンを見たことがない人が見ても中毒性半端ない振り付けを作ると思うね。いやマジ天才やと思う。天才で、そうそう、もう天才ほんまに。振り幅エグすぎん。ほんまな、あのオレンジキリスからのもう振り幅エグい。かっこいい、かわいい、おもろいって最強じゃん。もうほんまにエグい。でブラザービートとかもさ、うんうん、こうやっぱスノーマンって癖になる作品をたまにこう出してくるやん、うんうん、あれがやっぱ楽しい。なんなんこの発想力の動画見てみたいな。もうパカってパカってな。どういう考えてんねやろ。パカリノをしたいな。あとはやっぱ岩本くんってメンバーのことをやっぱ一番分かってますから、うんうん、振り付けるときにやっぱ個々のあの良さを存分に引き出して、かつ何度も言いますが癖のある振り付けを作るなと思いますね。なんかスノタンがほんまに喜ぶような、ここにフッカさん来たらおもろいやろなってところにちゃんと配置してるよね。ちゃんと入ってくるよね。それをちゃんと表現しきるフッカさんもすごいし。いやほんまそう、メンバーがなんかそうマッチしまくってんなっていう。わかる。なんかもうそういう面においてはほんまにあのこう仕切るっていういうポジションやったらどこでも光くんって体制しそうや。いやほんまに。例えばサッカー日本代表にしても、うん、これここやな、采配エグいな、采配エグい。もう初の優勝するかもしれないワールドカップ。ほんまに。まああそこのセンターふっかさんは大正解でございます。いやほんまに大正解、大正解やと思う。マジで、いやマジでおもろいわ。なんかラウールくん来るかなと思いきや、うん、今回はふっかさんが大優勝やと思いますね。やっぱなんかその言い方悪くなるかもしれないけど、かっこいいは例えばラウールくんセンター、はい、おもろいはふっかさんセンター、伊達さんのセンターみたいな。ああそういうポジションもあるかもしれない。ああなるほどね。その方が映えるっていう。そうやね、うん、だからこそふっかさんとか伊達様がかっこいい時に踊るダンスもギャップがあって、そう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 、ね、見やすいね。あとやっぱり個々のそのダンススキルを言うたら押し付けるんじゃなくて、こういう風なテイストで見せれるのが言うたらポテンシャル高い証拠で、なんか変な小さいスキルでプライドがあったら、うん、いや俺こんなんしたらいいわ、うんうんうん、もっとなんかさバリバリできんねんから俺のもんやねん、やろうぜみたいな感じになるけど、うん、違うよ。トゥトゥルトゥ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 ルルとかさ、ナナ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 とかさ、なほんまにマジで9人がイメージを共有してるからあの世界観が出せる。そやね。例えば8人がそれで1人
いや俺はちょっとこういうのあんま好きじゃないから、うんうんうん、ダンス爆発させるぜって言ったら、もうその人が言ったらその中では間違いになっちゃうわけだから、うんうんうん、ほんまにそういう意味でもやっぱ定点が似合うスノーマンは確かにね、マジで見やすいのはいいね、見やすいし、この振り付けをもらった時に全員がうめっちゃええやんってなってそうやん。あー言うたらヒカル君からもらった時にね、この振りをしますってもらった時にむっちゃおもろいやんって全員がなりそうやん。もうなんかふっかさんとか任してくれてありがとうって言ってたもうあの俺の役目果たすわみたいな責任感も、そうマジでてな感じで、本当にスノーマンのヒカル君が作る振り付けは中毒性高いでして、最高でして、てな感じで僕たち YouTube チカログはですね、チャンネル登録者数7万人を絶対に叶えるべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語るような企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS の方も概要欄にリンク貼り付けておりますので、ポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回これで終わります。せーの、バイバーイ。いやもうなんかチカルグも最後のせーのバイバイとかもさ、ちょっと癖のある感じにしようかな。せーのなんかみたいないやなんかスノーマンっていう才能あふれる個性を存分に発揮させてくれるヒカル君がやばいね。やっぱ長年のみんなを見てるからこそなんやね。そうやな。あとやっぱ遊び心って大事やな。いや大事やな。やっぱかっこいいってだけじゃ飽きる、うんうんうん、みたいな、美人は3日で飽きるとか言うね。やっぱな、遊び心ってめっちゃ大事やわ。おもろい美人って思っていいもんな。あー分かる。なんか余計にさ魅了されるよ、うん、インファイターちょっと見るのは遅くなっちゃいましたけども、最近のリアクションの中で俺ら一番テンション高いかもしれない。いや何で一番好きかもしれない俺。あ、スノーマンの中でそれかっこいいとかなんていうの、そういう枠組みでやったら全然変わってくるけど、はいはい、トータルして俺がハマる好きな感じはこれ。あー大好きな、もうだから例えば凌介ザ MVP として選ぶならインファイターを上位に食い込むと、もう腹抱えるほどおもろいってなったらこれかな。いや好きさやって一瞬で分かったもん俺も。いやマジでこれ急にライブでやられたら死んでもらうたもん。とりあえず力具もちょっと癖の強い撮影の仕方しましょうか。なんか考えましょう。